すべてはこの戦争から始まるのかもしれません。どうも皆さん、チャオムカです。ということで今回は梵天の誕生についてお話をしていきたいなと思います。まあこのやはり梵天といえば未来でね、マイキーが所属しているっていうので、そのマイキーを救い出すためには今までみたいにね、未来の東京卍会を作らないっていう、ああいう風な展開を取っていくって考えると、今未来にある梵天という組織をなくしていく、この梵天というものが誕生しないようにするんじゃないのかっていう風に考えるのが一番容易なところではあるんですけど、この梵天に関しては実はもう完成しちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。それこそ今から三天戦争っていうものが行われて、その後に梵天という名前かはわからないですが、梵天の前組織みたいなものが出来上がってしまうんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。っていうので今回の考察っていうのが、まあ、前回に出してる動画ともつながってくるようなところではあるんですけど、この梵天の誕生ということで今回取り上げていきたいのは24巻の表紙なんですよね。この24巻の表紙っていうのが何日か前に公開されたんですよ。で、表紙に描かれている人物が未来のマイキーということでね、梵天に所属しているマイキーだったっていうので、まあ、僕的にはね、明石とかサンズが来るんかなっていうふうに思ってたので、予想とは全く違う方向に来た感じはするんですけど、この表紙も実は梵天の誕生っていうのに繋がってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、今までにもマイキーが表紙になっているものって何個かあるんですけど、今回の表紙を見てみると、真ん中にマイキーがいて、後ろに階段がある、そしてその奥には壁みたいなものが描かれてるんですけど、この表紙の至るところに卍が書かれてるんですよね。マイキーが羽織っている服の両方の袖にまず卍って書かれてて、階段の手すりの下の部分にも卍って書かれている。で、壁にも卍っていうことで卍だらけなんですよ。で、やはりこの卍といえば東京卍会だったりとか関東卍会だったりとか、タイトルにも卍っていうものが入ってるんですよね。実はこの卍っていうものはマイキーとめちゃめちゃ関わりが深いんですよね。で、まあやはりそれはね、東京卍会と繋がってくるわけなんですけど、もともと東京卍会っていうのはマイキーは別の名前を付けようとしてたんですよね。それというのが東京卍郎会っていう、全部漢字で東京卍郎会っていう風に最初ね、命名してたわけですよ。東京卍会を創設した時の回想シーンみたいなのがね、描かれた時に東京卍郎会っていう風にマイキーが言ったら、他のみんながね、ダセーっていう風に言ってたんですよね。っていうので、まあその卍郎会から卍会っていう風に決めていったんじゃないのかっていう風にはなってくるんですけど、東京卍会、そしてこの佐野万次郎っていうところの卍、この卍っていうものはマイキーにとっては自分のものを表すシンボルのようなものになってるんですよね。それこそマイキーは東京卍会のことを自分のものっていうふうにはっきりと言ってるわけですよね。東卍は俺のもんだっていうふうに言ってたわけですよ。自分のものやからマイキーが負けない限り東卍は負けねえってことをずっと言ってたんですよね。そして他にも自分のものといえばマイキーが乗ってるバブですよね。あのバブにも卍のマークがついているっていうので、卍がついているものイコールマイキーの所有物、マイキーのものっていう風になってくるんですよね。じゃあ今回の24巻の表紙ですよ。ここに卍っていうのがいっぱいついている、これっていうのが梵天はマイキーのものっていう風に表しているのかって考えると、それはまた違うと思うんですよね。どういうことかというと、まあ、表紙に描かれているのはもちろんマイキーやし、卍というものはマイキーの所有物を表すものだとすれば、この表紙の卍もマイキーのものっていう風になってくるんじゃないのっていう風に普通ならつなげるところなんですけど、最終章においてはこの卍の意味が変わってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なぜかというと、最終章のマイキーってそもそも本来のマイキーじゃないんですよね。黒い衝動に侵されて闇落ちしてしまったということで、完全に元々のマイキーではない、つまり東京卍会だった頃のマイキーではないんですよね。東京卍会を解散させて黒い衝動に侵されて闇落ちをした後に、ドラケンとか三ツ矢とかをボコボコにしても突き放していったんですよね。で、その後に関東卍会を作り上げているっていうのはあるんですけど、ここでもうマイキーっていうのは今までのマイキーじゃなくなってるんですよ。つまりその時点でこのマイキーと卍っていうここのつながりは別のものになってきてるんじゃないのかっていうふうに思うんですよね。それの象徴となるのが関東卍会なんですよね。東京卍会っていうのはマイキーが望んで作った、そして東京卍会は自分のものとして守りたかったものなんですよね。あれがマイキーの望んでいたチームだったわけですよ。じゃあこの関東卍会っていうのが、まあもちろんマイキーが創設したとは思うんですけど、本当にマイキーが望んで創設したのかって考えると、やはりそれは違ってくると思うんですよね。そう考えてみると、この関東卍会っていうものに卍はついてるけど、この卍はマイキーが本当に持ちたくて持ったものっていう意味で
ではないんですよね。つまりこの最終章における万事っていうのはマイキーのものっていうのを表しているのではなくて、むしろ本来のマイキーが自分のものと考えていないものに対して万事っていうものがついてるんじゃないのかっていうふうに思うんですよね。最終章の中ではマイキーが望んでいないものイコール万事っていうふうになってくるんじゃないのかっていうふうに思うんですよね。つまり関東万事会っていうのはマイキーが望んだものではない、マイキーが望んでいたのは元々あった東京万事会というふうに繋がってくるし、それと今回のこの24巻の表紙をつなげてくるといっぱい万事がついてるわけですよね。もうあからさまに万事が多すぎるわけですよ。あれっていうのは自分のものっていうのを表現しているのではなくて、梵天という組織はやはりマイキーが望んで作ったものではないっていうことを表しているんだと思うんですよね。でこれに関してはこの万事というマークとつなげずとも、マイキーが望んでいないものっていうのはもう十中八九その通りだとは思うんですけど、マイキーが望んで作ったのであれば、あえて竹道に救いを求めるようなことはしないと思うので、マイキーが梵天を望んでいないっていうことはほぼほぼ確定だとは思うんですけど、この万事にはもう一個意味があるのではないのかっていうふうに思うんですよね。最終章の中で万事が登場してきているのって関東万事会になってくるわけですよね。そう考えてみると、ここからは前回の動画ともつながってくるところではあるんですけど、この表紙に書かれている万事、表紙に描かれているマイキーっていうのは未来のマイキー、つまりあれっていうのは梵天を表した表紙になってるんですよね。そう考えてみると、なぜ梵天の中に万事があるのかっていうところなんですよね。最終章の万事というのがマイキーが望んだものではないっていうのを表しているとすると、あの万事は別にマイキーのことを表しているっていうわけではないんですよ。そう考えてみたら、最終章におけるもう一つの万事、関東万事会っていうものが出てくるわけですよね。それが梵天の中にあるっていうのがどういうことなのかっていうと、梵天という名前から考えると、ブラフマンというものを神格化したものが梵天なんですよね。そう考えると、ブラフマンを元として梵天を作ったのかっていう風に考えるのが一番それっぽい感じもするんですけど、実はそうではなくて、この梵天というものは関東万事会が主軸となって、そこにいろんなものが加わって作り上げられた組織になってくるんじゃないかなっていう風に思うんですよね。そう考えてみると、この表紙の万事ですよ、梵天の中に万事がある、これっていうのは梵天の中心部分は関東万事会であるっていうことが暗示されてるんじゃないのかっていう風に思うんですよね。そうなってくると、ここは前回も触れているところではあるんですけど、三天戦争を終えた後に関東万事会を主体として、六原短大から元天竺のメンバー、そしてブラフマンから明石っていうものが加わることによって、梵天の前組織ですよね、まずは関東万事会っていう名前のままで行くっていう可能性はありますけど、未来の梵天の一歩手前になるような組織が出来上がってしまうみたいな、そういう展開になってくるんじゃないのかっていうふうに思うんですよね。そしてこの梵天の中心組織が関東万事会であるっていうところと、今から描かれていく三天戦争っていうのを考えた時に、どうやってそこからこの梵天という組織が出来上がっていくのかって考えたら、やはりブラフマンと梵天という名前、ブラフマンを神格化させたものが梵天になっていくっていうのを考えると、梵天の中に所属しているブラフマンのメンバーっていうのは明石武臣なんですよね。そう考えてみると、この梵天というものを作り上げた人物が明石武臣っていうことを、ブラフマンと梵天という名前が暗示しているのではないのかっていうふうに思うんですよね。だからこそこの明石っていうのが梵天に所属している。でもう一つ気になるのが、やはり竹道が見たビジョンですよね。千住が倒れていたということで、あの倒れていたビジョンっていうのがいつ描かれてくるのか、あれが三天戦争の中で描かれてくるのか、三天戦争より前に描かれていくのかっていうので、そこも気になってくるところではあるんですけど、明石に関してはやはり頭が切れる人物なのではないのかっていうふうに思うので、この7月14日に三天戦争を仕掛ける、そしてそのタイミングで関東万事会と六原短大を同時に攻めるっていう、この作戦は明石が決めた計画なんじゃないのかっていうふうに思うんですよね。そして同時に攻めるということは、ブラフマンを2つに分けるっていうふうになってくると思うんですよ。そうなってくると気になるのは、千住がどっち側に行くのかっていうところですよね。もし竹道が見たビジョンっていうのが三天戦争の後の出来事なのであれば、あれって三天戦争の中で千住がやられてしまってるっていうふうになってくるんですよね。ただ三天戦争なのであれば、周りにブラフマンのメンバーっていうのが絶対いたはずなんですよね。でも竹道が見たビジョンっていうのは千住と竹道二人っきりだったわけですよ。そう考えてみると、あれが三天戦争の出来事なのであれば、その周りにもともといたブラフマンっていうのは千住を置いてその場を離れたことになるんですよね。それってつまりブラフマンのメンバーが千住を裏切ったっていうことなんですよ。じゃあ誰に裏切られたのかって考えると、明石なんですよね。やはり千住がね、この六原短大と関東万事会のどっちに攻めに行くのって考えたら、関東万事会だと思うんですよね。ブラフマンが表向きに掲げている目標っていうのが関
東卍家を潰して悪い大人になろうとしているマイキーを潰すっていうことを明石が言っていたので、そう考えてみるとそのブラフマンのトップがその目標を達成する方向に行かないと示しがつかないと思うんですよね。そう考えてみたら千住は関東卍会の方に向かう、そしてもちろん明石もそっちに向かうっていう風になってくると、関東卍会には三図がいるわけですよね。そして三図と明石っていうのが兄弟、そして未来の梵天にも二人とも所属しているっていうのを考えたら、実はこの明石と三図っていうのは今現在でもつながっているみたいな、そういう感じになってくると、関東卍会に向かったブラフマンのメンバー、そのメンバーっていうのは千住以外は実は明石側についてしまっている裏切り者の存在だったとかなれば、関東卍会の元に行ってその構想を始めた瞬間に千住が裏切りにあってしまうみたいなね。そして三図と明石っていうのがいるっていうのがあるので、もうその二人を使えばね、千住を欺くことなんてたやすいことだと思うんですよね。まああそこの兄弟に関しても普通の兄弟っていうよりも複雑な兄弟な感じがするので、だからこその裏切りがあるっていう可能性は十分あり得る気もするし、実際に梵天にはね千住がいないっていうのがあるので、その関東卍会とぶつかった時に千住が裏切られて倒れてしまう、そしてそこに竹道が駆けつけて、まあ、約束守ったぞっていう会話をされる、竹道と交わした約束で自分の大切な兄弟を傷つけたらあかんっていう風になってくると、反撃することができずに倒れてしまったっていう風に考えることもできますよね。まあ、とは言ってもね、三図と明石っていうのは千住の兄弟なので、殺すまで行かずとも動けないようにしておくみたいな、そのレベルで止めておくっていう可能性もあるんですけど、まあそれ以降の戦いには参加できないぐらいに痛めつけておいたみたいなね、そういう展開も十分あり得るし、そこでもし明石と三図っていうのが繋がっていて千住が裏切られてしまったとしたら、その次の矛先はやはり六原短大に行くわけですよね。その展開ってもう実質六原短大 VS 関東卍会とブラフマンなんですよね。つまり2対1の構図になってしまうわけですよ。ってなると、いくら元天竺メンバーがいるとしてもひとたまりもないですよね。拡張とか灰谷兄弟っていうのがいても、もうマイキーとか明石とか若とか弁慶とかがいるわけですよ。そこで六原短大とぶつかったことによってトップであるサウスですよね、このサウスっていうのがやられてしまうとなれば、3点のうちの2人のトップっていうのが消えるわけなんですよね。サウスと千住っていうのがここでリタイアしていく、そうなってくるとトップを失ったブラフマンと六原短大ですよね、この2つの組織っていうのが関東卍会の傘下に入っていくみたいな、そういう展開になってくると思うんですよね。でこれこそまさに明石が考えていた計画とすれば、まさに前回も言っている通り妃が行っていた展開とも似てくるわけですよね。妃のようにわざとマイキーのいる関東卍会に取り込ませることによって、マイキーを利用した梵天という組織を作り上げようとしているのではないのかってところに繋がってきますよね。ただ妃と比べてみると、明石のやっていることの方がなんかレベルが高い感じがするんですよね。なぜかっていうと、三天という3つの巨大な勢力ですよ。だってこの不良の世界っていうのが一回戦国時代みたいになったみたいなことを最初言ってたわけじゃないですか。そしてそこで現れたのがこの三天っていう3つの勢力なんですよね。でそこで三天時代っていうのが出来上がったっていう風になってきてるので、その戦国時代を止めた3つの勢力っていうのが一つになるとすれば、それってもうねありえないぐらい強力な組織になってしまうわけですよ。そう考えてみると、明石のやってることっていうのは実は妃がやってたことよりも極悪なことをしているみたいな、そういう可能性もあるので、ちょっと怖いところではあるんですけど、マイキーがいる関東卍会に六原短大とブラフマンを吸収させていく、そしてその方法として千住とサウスっていうのが倒されてしまうみたいなね、なんかそうなってくる可能性も十分あり得ると思うんですよ。そしてこの梵天という組織が関東卍会を中心としてブラフマンと六原短大を吸収して出来上がったものである、そしてそれっていうのが24巻の表紙に描かれている卍のマークですよね。あの卍っていうのが梵天の中心組織が関東卍会っていうことを暗示しているんじゃないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。はい、ということで今回は梵天の誕生についてお話をしました。ぜひね、こいつの絵が思うところましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回動画良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。その方は次の動画でお会いしましょう。